アメリカのインド太平洋戦略の転換、そしてそれを背景としたですね、小規模分散部隊の機動的な運用、それらを結ぶ C4I ですね、指揮統制通信コンピューター情報、そして、警戒監視やあるいは偵察、こういったネットワークをですね、宇宙空間から深海に至るまでグローバルに展開をしていく、そういった戦いがですね、今アメリカの戦略の中心に据えられようとしている。で、その問題点についてはですね、従来前方防衛戦略で駐留米軍を配置してきた、特に東アジアにおける同盟国、日本と韓国の防衛どうするか、また中国が祖国統一の最大の目標とし、断固として譲らないとしている核心的利益、これについては台湾も、また日本固有の領土である尖閣諸島も含まれているわけですけれども、また南シナ海も含まれています。この中でも特に台湾については絶対妥協しないということを彼らは言っているわけで、この台湾本島への侵攻と、それにおそらく同時並行か連動する尖閣への侵攻、こういったものがですね、今後6年ぐらいの時間の中で現実的な脅威になる可能性がある、こういうふうなことをですね、アメリカの戦略専門家とか、あるいは今回はインド太平洋軍司令官が明確に表明したと、そういうところまでですね、今情勢は来ているわけです。で、従来から2023年頃には台湾本島侵攻が可能になるような軍事バランスが台湾海峡両岸の間で生じるということは言われてきたんですけれども、尖閣諸島あるいは南シナ海の問題も出てきてですね、こういった他の正面の脅威にも中国側から見たですね、革新的利益に対しての手当ということも考えるとですね、もう少し時間は延びるかもしれません。また米側や今後日本や台湾韓国の防衛努力ということもあり得るわけで、それを考慮するとですね、若干その時期は先送りになる可能性もあります。それでもですね、やはり遅くとも2026年頃までにはですね、そういった事態が生じるであろうということなんですね。で、この見通しというのは現在の軍事力バランスとその推移を見ればですね、おおむね妥当な見通しではないかというふうに私も思います。で、こういうことを前提にした場合ですね、じゃあ日本はどのようにすべきかと、どうしてこれを守るんだということになってくるわけです。で、台湾についてもですね、戦力を温存をし、そして、台湾本島に至るまでの沿岸地域ですね、洋上で、揚陸部隊やそれを援護する航空機を地対艦ミサイルや対空ミサイルで叩くと、決戦をすると。で、さらに残存をして上陸してきた部隊は水災で殲滅をすると、こういう戦略を描いてきたわけですけれども、現在の人民解放軍の能力はですね、その戦略の見直しを迫るほどの状況になってきている。で、大型の揚陸艦艇の数がですね、2025年3隻になるわけですが、1隻で大体ですね、兵員が1000名、戦車30両、さらにヘリコプターが約30機程度は積めると言われているわけですね。ワスプ級の、揚陸艦ですし、またこれと合わせてですね、ドック型の強襲揚陸艦も建造されています。で、このワスプ型に類するですね、大型の強襲揚陸艦はですね、約1個連隊規模の海兵隊
あるいは海軍陸戦隊を運ぶことができる。でそうしますと3隻ということはですね、ほぼ1個師団、海軍陸戦隊の部隊をですね、ホバークラフト等を使って分散急速進行をすると同時にですね、ヘリを使い、同時に連隊規模でですね、あるいは大隊規模で膠着をするということができるようになっている。まあ、こういういわゆる陸海空の立体作戦、3次元立体作戦というんですけれども、従来の着上陸作戦よりもさらにですね、急速に多正面から奇襲的に、海と空両方からですね、着上陸ができると。でこれに、さらにですね、空軍の指揮下ですけれども、空挺部隊も いてですね、これがもう7個旅団ぐらいは整備されてるんですけれども、おそらく大型輸送機を使いですね、これも3個手段ぐらいはですね、空輸できるという状況になってきます。で後続のですね、主力の水陸両用陸軍の手段はですね、これも増強されてまして、人民解放軍のですね、正規の揚陸、各種揚陸艦艇だけではなく、それを支援する老老船などの民間の船舶とか、あるいは燃料を運ぶ貨物船、さらに特殊部隊等の潜入や海上民兵を運ぶですね、武装漁船、こういう漁船団も福建省などに数千隻規模であると。でその中に海軍の退役軍事を乗せた特殊な特殊部隊が偽装したですね、武装工作船もあるということも言われてまして、これらも動員するとですね、おそらく上陸から1日以内にですね、海軍陸戦隊を中心とした数個師団、これが上がってきてですね、その後続の5ないし6個師団ぐらいがですね、数日中に上陸をする、着上陸をする。まあもちろん空挺部隊も入ってるわけですけれども、空挺も数個師団規模が来るということで、数日以内に5万人以上の軍団規模が、さらにその後続がですね、まあ4、5日から1週間程度で上がってくると。したがって約1週間程度でですね、十数万人の規模の部隊が着上陸進行をするというところまで行く可能性があります。でこれをですね、100時間戦闘といってですね、まあ、人民解放軍の中でも100時間で台湾本島を占領すると。で上陸した部隊はですね、総輪装甲車部隊などを主、あるいはヘリ部隊を主にしてですね、迅速に台北や高雄のような領域の都市を抑える。でそれに並行してですね、政治戦や心理戦、宣伝戦を併用してサイバー攻撃などをかけてですね、一気に、主要都市を住民ごと占領してしまう。特に放送局や政経中枢を抑えてですね、臨時革命政府の樹立を宣言させ、でその要請を受けるという形で、さらに後続の、人民解放軍の本隊を受け入れさせると、まあ、こういったですね、まあ、短期間の多次元の、陸海空だけではなくてですね、サイバーとか電磁波線、あるいは宇宙での戦いまで含めたですね、戦いを呼んでくると、こういうことが予想されているわけです。なおこういった本格的な着上陸進行
に先立ち、あるいはほぼ同時にですね、開始と同時に、まずミサイルの集中射撃による、台湾側の、海空の基地に対する奇襲攻撃、それから宇宙空間やサイバー空間での米国、日本等も含めたですね、宇宙の通信システム、特に偵察衛星や通信衛星に対しての攻撃、あるいはサイバーによる主要インフラや防衛インフラに対しての攻撃、まあ、こういったものがですね、総力を挙げて奇襲的に行えるだろうというふうにも言われているわけです。で、特に宇宙とかサイバー電磁波ではですね、先制をかけた方が圧倒的に有利になると言われています。つまり、一斉に総力を挙げて奇襲攻撃をかけて、相手のですね、貴重なこういった非対称の新しい領域における資産ですね、衛星とかあるいはサイバー攻撃の対象になるようないろんな施設、こういうものを破壊してしまう、あるいは一時的に機能停止させるとですね、まあ、これで戦力が一挙に落ちてしまうと。で、さっき言った米側のですね、ネットワーク中心の高いというものも、まあ、こういった C4I あるいはオールドメインのですね、全領域にわたる指揮通信システム、こういうネットワークに依存しているわけですけれども、これをまあズタズタにすると、で、これが回復する前に既成事実を作ってしまう、で、台湾を一挙に、武力併合をしてしまう、こういった可能性が高いんではないかというふうに言われているわけです。で、これに対して、日本もですね、特に沖縄先島についてはですね、並行して同様の侵攻を受ける脅威というものが高まっているわけです。今日はこれで終わります。